アベマプライムは、インターネットテレビ局アベマ内、ニュースチャンネルアベマニュースで、平日の21時23時に生配信されている、報道番組、略称、アベプラ。2016年4月、アベマ TV の開局に伴い、2015年6月、テレビ朝日会長である早川洋から、パイロット版制作を依頼され番組企画が立ち上がり、 アベマ TV 先行配信機のアベマヌズの番組先行配信に伴い、同年3月25日、4月5日に、事実上のパイロット版として、アベマプライム本開局直前スペシャルを配信。開局日である4月11日より、本配信。配信開始当初は、本来のアベマヌズのメインスタジオである EX ケヤキサカスタジオではなく、テレビ朝日本社ビル内の、 第3スタジオを曲がりして、番組を制作していたが、同年4月25日配信部により、EX 系ヤキサカスタジオからの配信に切り替わった。同年7月18日配信部により、アベマヌズの改変に伴い21時開始に、繰り下がるとともに、配信時間も10分拡大して2時間枠となる。コンセプトは、大人の事情をスルーしまくる、尖りまくったニュース番組をキャッチフレーズに、 普段地上波テレビ番組を視聴しない若者層に向けたニュースショーでアベマヌズの帰還番組であり、前半はその日の速報的話題を紹介しながらゲストを招いて議論し、後半は特集 VTR の話題を紹介しつつ番組を進行する。また、外からの中継取材でスマートフォンを中継先との応答にスカイプによるビデオチャットを活用するなど、 インターネット技術をフル活用した取材手法が特徴であり、番組制作コードについては民放連加盟放送局が定めている放送コードを準拠しており、メディアの人間としてやるべきじゃないということはやらないという大前提のもと、アプローチの方法を変えていると番組プロデューサーの上村敏和は語っている。前述のように通常はニュースを映像取材で深追いし、 議論することが多く速報性は少ないが、本配信3日後に起きた熊本地震など、災害発生時には、ネット配信の即時性と利便性を活かした内容編成に切り替えている。2018年8月17日時点の番組セット2017年1月から、一部、出演者、コーナーを入れ替え、大幅なリニューアルを実施。2018年9月、 当該番組の進行をしていた小松がワイド、スクランブルの MC 就任に伴い降板し、10月からは9月まで報道ステーションのサブキャスターを務めていた小川彩香が進行役を務める。2019年3月、小川のテレビ朝日大社に伴い降板。4月1日からはテレビ朝日アナウンサー、平石直幸が担当。 これに伴い一部出演者も入れ替えられる。また、アベマ TV 一部番組で先行配信していた海外向け配信、ニコニコ動画での配信をこの日よりスタートした。番組配信中、視聴者からの意見をツイッターや配信アプリからのコメント投稿欄から募っており、ハッシュタグは番組略称であるアベプラを用いている。四代目キャスターとなった平井氏は、 地上波報道番組との制作者側から見た際をオンエア後の反省会がないその時間を視聴者からの感想を読む時間に当てられるまたスタッフ間の連絡の多くを会議やメールではなくスラックを使用していることを挙げている2020年4月3日時点の番組セット2020年3月30日週より番組名を維持しつつも21時から22時をニュースの一部 22時から23時を特集の2部と分け、お笑いコンビエグジット、広幸子こと、西村広幸らが新たに曜日 MC に就任する。アンカーキャスターの役職を取りやめ、MC、キャスター以外は一律コメンテーターとなる。2部では新興キャスターの平石直行もコメンテーターとなり、別に新興キャスターが招かれる。冒頭の挨拶も、 手のひらから世界に繋がるニュース番組アベマプライムから、報道リアリティショーアベマプライムに変更された。また新型コロナウイルス対策のため、出演者の席間隔を空けるソーシャルディスタンス、ゲストを原則スカイプ配信での出演とするなどの、対策が当面の間取られる。アベマ TV のサービスブランドがアベマへ変わるのに伴い、4月13日配信分より、タイトル表記がアベマプライムから、 アベマプライムとなる。プロデューサーを務める各アキラアキラによれば、生放送が一番だというのは、今も変わりませんとしながらも、2020年以降は、ユーザーがいるところにコンテンツを届けないといけないという、理念から、番組も一つの素材であり、配信後もウェブ、地上波を問わず、コンテンツに合わせた届け方を模索しているという。2021年2月24日の配信では、 特集、手話通訳しなぜ少ない日並み2時間前編にわたり、手話通訳師をワイプ表示する試みを行った。2021年4月からは、変わる報道番組を番組コンセプトに一部出演者を入れ替えるリニューアル。毎週水曜日枠を週替わりの MC 枠とする。MC コメンテータープライムキャスター特集キャスター、日替わり。 2020年4月13日まで、2021年4月以降は、曜日固定されていない。木曜日は、柴田亜美が、この役割も兼任する。気象キャスターナレーションプライムキャスター MC、アンカーアシスタントコメンテーターレギュラーリポーター、特集キャスターナレーションアベプラファミリー番組に不定期、出演する準レギュラー出演者。2016年7月18日からの、 配信枠移動を機に制定。主に番組開始以降何度か、ゲスト出演や代打 MC を経験したタレントで構成されている。2017年の改編以降出演は減少している。特集担当番組開始当初はアベマ t v 親会社サイバーエージェントの女性社員が、エージェントガールズとして出演していた。リポーター2017年1月から、各曜日のテーマと内容。 その後の改変などにより、曜日テーマの要素は薄くなっている。各曜日共通、ありがとうございます。